ブラジル高原は、ブラジルの主に東部から南部にかけてまたがり、その国土面積の半分以上を占める広大な高原である。ブラジルの人口の大部分がこの地域や隣接する狭い海岸沿いに集中している。高原の西部にて、世界最大級の湿地であるパンタナルトはおよそ200メートルの崖によって隔てられている。高原南部でのパラナ川周辺では、作り山運動によりできた。 傾斜の柔らかい地層が風化して残ったケスタが見受けられる。また、まばらではあるが、ダイヤモンドや金といった鉱物資源も分布している。熱帯収束帯が波20度線まで南下するため、ブラジル高原の気候は、概してサバナ気候であるが、標高が高い南部では温帯化具気候である。植生は主に海岸沿いの大西洋岸森林と、 内陸部のカンポセハードと呼ばれるサバナに大別されうる。大西洋岸森林は寒気がないかあるいは短期間の湿潤がある地域である。また、高い生物多様性を有しおよそ2万種の植物が存在している。カンポセハードは冬の乾燥が激しいサバナ気候であり、こちらもおよそ4,400種の固有種を含む約1万種の植物が存在する多様性のある地域である。 木が少なく草本が多い漢方数字。草本に加えて5メートル以下の低木がある漢方、セハード、林間が連続しない3から8メートルほどの低木と、草本が茂る競技のセラード、10メートル以上の高木が林間を形成し森林となっている。セラドンの4種の景観が境界を持たず連続的に広がり、広義のセラードを構成している。高原における開発は、 アマゾン熱帯雨林のそれと合わせて、ブリックスの一角をなすブラジルの経済成長に寄与してきた一方、森林破壊や土壌侵食などの環境問題も多く引き起こしてきた。特に、大西洋岸森林の開発は16世紀にまで遡り、現在ではその多くが消失してしまった。セラードにおける開発は1970年代に始まり、 大豆生産のための農地が急速に拡大していった。ブラジルの大豆生産量はアメリカ合衆国に次ぐ世界第2位となり、今や世界の食料庫としての役割を担っているが、それと引き換えにセーラードの豊かな食性を喪失し土壌侵食による土地の劣化をもたらした。土壌侵食とは香水などで地表面の土壌が流出し荒廃することであるが、回復のためには 長時間を要し、植生が戻らないことや生産力も落ちてしまうといった悪影響が多い。高原にともに広がる熱帯性土壌は侵食しやすく、熱帯のタウがこれに拍車をかける。これを防止しようと東高線に沿った工作や森土の導入がなされたが、その効果は限定的なものとなっている。また、アマゾン地域と比べると、 セラード保護に向けた動きや保護区の面積も小さいため対策が急務となっている。ありがとうございます。